争いが溢れるこの世界を神様はどんな顔をして見ているのだろう。愛する人を守るためなら誰かを傷つけても構わない。いや誰かを傷つけるなら僕は死にたい。空気読めないことを言って友達に嫌われたかもしれない。本当のことを言えずに合わせるしかないの。近づきすぎてわからなくなった距離感、まるで綱渡りだ。自分を殺してまで笑うのはどうして。夢なんか愛なんか希望なんか持つから悲しむんだ。わかんないわかんない、それなのに明日は出るかな。その悲しみも必ず意味があると感じるの。